おはようございます。おはよう。パンジェラモンスターさん1個目9分遅れた。9分あゆっくりしよう。おはようございます。パンジェラモンスターさん、クリちゃん、ギフトありがとうございます。おはよう、おはよう。9分遅れてしまった。おはよう。5時ぴったりに起きてしまった。てからおはようございます。めっちゃ早い。9分で始めた。めっちゃ早い。今日目覚ましが役に立った。さすが、さすがやな。寝起き病、なんかチョロキが出てる。よいしょ。めちゃくちゃ寝起き。おはようさんです。おはようさんです。すごくない？おはい、ちゃんと目覚ましつけとったのに。30分前に4時半につけとった。消したんかな。おはようございます。おはようさん。いや、もっちー NW さん、てっちゃん、おはよう。ジジマー君、ハートありがとうございます。アラーム分からん。3回ぐらいつけとったのに消したんかな。ジジマー君、ハートと、てっちゃん、かわいい、ありがとうございます。あの夏のスイスイが入出しました。ありがとうございます。入出ありがとうございます。おはよう。村さん、おはようございます。笑顔の顔好き。あ、寝起きの顔か。起きて9分。10分まではいってない。9分。ギリギリ9分。寝ぼけてちゃんとコメントできんけど、50カウントやらなきゃ。ありがとう、まるちゃん。よかったら星投げと50カウントよろしくお願いします。目覚まし時も寝ぼけたんか。確かに久しぶりの寝起きか。昨日はめっちゃ起きとったけ。これから寝るやが。遅っ。お疲れした今日も。目覚まし時計も寝ぼけとんかな。そういうことか。5時8分台に始まった。うっそ、マジ？じゃあ9分までも行ってないんか。8分。よっしゃ。おはよう。あ、ここだけの話、あなたの番です。見たよ。第9話と第10話だけ見た。そう、1から8話は全然見てなくてから。そうで、ホテルでソラハと一緒に、ソラハがめっちゃ見ないとって言ってたから、一緒に見た9と10話。面白いね。あれ、1から8話は見てないけど、まあまあ分かったよ。まあまあ分かったよ、話の内容は。無理せず頑張って。お、ありがとうございます。ヤミューさん、ミシバッチさん、おはよう。はい。まあそれな。じゃ、眉毛は描くか。目は開いてるから全然マシだな。確かに。眉毛を描いていきたいと思います。
しょ。もう鏡はなしでこれだけ見て描こう。この配信の分でよいしょ。全然わからんけど、全然ちゃんと濡れてるかこれちゃんとついとんかな。よいしょ。オカミとプラダ聞きたい、見たい。そう、昨日初披露をさせていただきました。イエーイ。わうよ。ここに書いていきます。これなんかちゃんとついてる一応書いたけど変わった。なんかまあ、いっかまあいっか。うんうん、オッケーオッケー。リップだけ塗ったか。やっぱりチークも塗ったか。最終回見て知った、気になってる最終回だけ見たんかい。アリサの勝ちやな。だ9話を見た。涙袋のところもやったか見たやろ。結局ぐっちゃぶぐっちゃぶ。50カウント完了、ありがとうございます。早い皆さんもまだの方は50カウントと、星投げをよろしくお願いします。できた。まあまあできた清弘さん音符ありがとう。眉毛描いてるの新鮮なめっちゃなかった、今日も暑くなるから気をつけて。昨日めっちゃ暑かったよね。誰かの配信続き誰かな。おはようございます。カウント完了、終わった、ありがとう。18から20話見たから終わりなかった。20話も終わったっけ20話も終わったんですか。あれネイビームがかわいい、ありがとうございます。前髪がある。じゃじゃー、なんか出てきて、ちょろき。はじめまして、ソラトさん。はじめまして、ありがとうございます。よかったら、右上のハートをポチッとして、ルームフォローしていただけたら、嬉しいです、ソラトさん。あと、50カウントと星投げも、よろしくお願いいたします。前髪ビューラー、まつげ。ネビームくん、かわいい、まるちゃん、ハート、ありがとう。なんか、ヘアバンドみたいな。ちょっと後ろにして。なんか、じゃじゃん、ヘアバンドみたいなやつをやっております。なんか、どう？なんか置いてあったけ、使ってみた。配信見てます。ともきさん、ありがとうございます。半年ぐらい放送してた。そんな放送してん。50カウント完了。ヒゲのマサさん、ありがとうございます。なんかすごくない？なんかよくわからんけど。あったけ使ってみた。とても短いに受ける鍋きっちゃん。 DMFM さん、おはよう。昨日は課外活動公演 in 羽田空港、イエーイ昨日は羽田初の羽田
田空港のところでね、ライブをねさせていただきました。羽田空港はね、そう、羽田空港めっちゃ広かったですよ。座り席と立ち見席があるぐらい、こう縦にこう広くて、こっちじゃなくてこっちのこう縦に広くてそう、大きいところでした。50カウント完了ありがとうございます。うん、ヘアバンドでなかった人、マジ嘘使い方間違ってる。うん、羽田空港で公演とはすげえでしょ。でしょ。なんか噂によると AKB さんもやったことがあるところだったらしいでございます。そう、狼とプライド、そう、初披露、立ち見よかったみたい、知り合い言ってたな。そう、そう、立ち見席の方が多かったらしい。羽田空港マイクならめっちゃでかかったな。確かにめっためたでかかった。迷路みたいやった。さすが東京って感じ。村さん、そうなんだ。そう、瀬戸利はユニットのところが変わりました。そう、もう 雨のピアニストのね、雨のピアニストが一人いなくなったので、クロスと雨のピアニストをやってたんですけど、そう、うん、みちゅと交代して、そう、みちゅがクロスをやって、アリサとマリナで狼とプライドをやらせていただきました。二人曲のね、そう、狼とプライド二人曲なので、マリナがそう選曲したよ。それを見たいな。そう、あなたが散れたい。そう、ピアニストが減っちゃったから、眠気やばい。おやすむ。広島空港とはわけないじゃん。確かに。広島空港でもやっちゃいます？うん。なるほど。そう。そういうわけなので、ございます。ふんふんふん。チーレタイ。見たかったにゃー。また公演があったら、披露できると思うので、ぜひ見に来てください。広島空港でもねやれるとこあったっけ。すごいね、空港にステージがあってすごいですね。広島空港にはないでしょ。作る。いつもより最後は本当ですか。寝起き後8分後ですよ。ではアイライナーだけ目尻に引いておきたいと思います。ちょろんじょりょんじょんじょん、チャッキーン。あ、長すぎたか。まあ、いっか。じゃじゃーん。オーマイガー。オッケー。ちょっとこっちが長すぎたか。まあいいと思います。よし、これでパッチリリン。パッチリリン。目尻だよ、目尻大事だよ。そう、目尻だけこう引くこと、いいよね。ちょっと若干長すぎたが、まあ、ぼかそう。ぼかしておこう。今起きたよ、ぶちやすさん。おはよう、ありがとうございます。よかったら星投げと50カウントよろしくお願いします。ぼかせばいい感じ。ちょっとぼかしてなじませておきましょう。ジジマー君、ハートありがとうございます。そう、ごまかし。前髪ありのアリサが想像できたから。こんな感じ。
まあこれはいいか、これは出しとこ、ちょろぎいい感じになんか出とる、いい感じにちょろぎが出とる。おはよう。美肌モード、美肌モード使ってるよ。ショールームの新しいやつでしょ、使ってる。ルンルンルン、いいよね。なんで美肌モードができたやショールーム、フィルターもできたやな、フィルター。この色が、色が変わるフィルター、使ってるやろみんな。うん、せっかく美肌モードがあるのに使わんかったら損損。まぶたが自然に落ちてくる。うんうん、フィルターはない。フィルターはないけど、フィルターもあったらいいのにね。なんか暗いところあるじゃん、場所によっては。そう、暗い時にフィルターを使って色を変えるみたいな。アバタルン、アバタルン。そう、明るさも変わるよ、なんかニュルルルン。おお、めっちゃ明るい、めっちゃ暗い。明るさも変わる。どんぐらいがいいんやろ、なんかツヤが当たっとるみたい。どんぐらいがいいでしょうね。これがマックス、マックス明るい。どんぐらいがいい、ストップって言ってくださいね。でん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 、こんぐらい、こんぐらいか。うん、照明当たりすぎて真っ白だから、そう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 。そげそげな。やすさんありがとうございます。めっちゃ変わる、それな、めっちゃ明るさ変わる。ストップ。言うタイミング。確かに。サステナブル買い増ししておきました。大阪行けないので関東でまた会おう。ありがとうございます。 TMFM さん関東待ってるぞ。にじまくんなるま、ありがとう。マキあれ。スターティーン。タイムラグがあったな、すいまんすいまん。すまんすまん。藤本さん、たぬきありがとうございます。今日の配信予定は昨日と一緒なんですけど、怖い怖い。怖がられとる。昨日と一緒な感じなんですけど、この5時台配信はあ、でも、あ、そうよ、ちょっと待って、ちょっと待って、違うよ、違う違う違う。うん、自社でストップ言うても思ったのと全然違う。あら。ごめんごめん。ともりんさんハートありがとうございます。違うよ違うよ。うん、こっち5時8分か、8分から始めたから8分に終わらないといけないですよ。そう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 、ちょっと待ってよ、テロップを変更。6時、そうだね、8分まで。おはよう。そうだ、遅刻しちゃったから、6時8分まで。なんかカラーみたいな、どれやろ、これか。6時8分、そうか、寝坊した。でも8分8分でよかった。30分ぐらい寝坊したらやばくない。8分でよかったぜ。じゃあ次は1111の
9分、切りがいいけど10分間にしよう。切り置き。頭起きた。頭脳回ってます。よいしょ、こんな感じ合ってる？いい感じ。次はこの配信は8分までで、次はなんか9分からだとあれだけ切りのいい10分からにしたいと思います。うん、目覚まし時計のカウントみたいなタイムスケジュール確かにじゃんけんタイムみたいな、次8分まで、次8分、次10分みたいな目覚ましじゃんけん、じゃんけんぽーい。ボキボキ鳴らす癖はどうにかして。アリサもあるよ、いろいろ、いろんなところになる。お前も遅刻したかちょうどよかった、ありがとう、わかりやすい。霧の良さは大事よ霧がいいのは大事。うん、トゥ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 。配信時間ずれそう。次は1時10分からになってるよ。そう、うん、配信予約を、うん、あ、6時10分あそうかあ、そうだそうだ、だだだ、6時か、ここ間違えてた、こりゃ寝ぼけとるここ6か、こりゃ寝ぼけておる。よし、オッケー、うん、やっほー、直也くんだ、おはよう。50カウント完了、ここまでです。二度寝に行きます、ありがとう。あ、そっか、香港は4時半、ありがとう。ちゃんこさん花束ありがとうございます。そりゃそうおはにっぽん、おはにっぽん。あ、七並びもやる、ほんまでスクショしとこねえ。おはよう、うにゃにゃにゃ、うにゃにゃにゃ、うにゃにゃにゃ、うにゃにゃ、うにゃにゃ、うにゃうにゃよん。次の香港は早いな。そうやね、次は6時10分からやったらどうなる星、あれってさ、あれなんですか、星集めできるんですか、これ、これって続けてなんかやってから10分ぐらい星集めの時間を、10分ぐらい星集めの時間を作った方がいいんか、難しくない。おー、ハッシーかわいい、ありがとうございます。こうやってこんなに続けてちょんちょこちょんちょこやって星集めできるんですかね。たたかんたたん、次のダイヤは6時のダイヤ、そうだよね、群馬、群馬6時10分からやったら、次は7時11分から8時までしかできないからね、結局。星集めして、見ながら星集めしたら、配信中に星集め、あ、なるほど、そういうことか。こうやって配信してる間に集めてきていただけるのですね。なるほど、ありがとうございます、うん、効率的にいこう、確かに、たた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 、確かにそういうことです。なるほど、だって10分ぐらい作ってしまったら3時間できるけど、2時間、2時間半ぐらいしかやってないことになるかもしれない。なるほど、タタタタンタタンタタンタン、ここを開けまして、飲み物とスーパー効率的、なるほど、天才やな、みんなよく暮らしよう。50カウント完了、ありがとう。わあ、端末が2個あったら見る、ああ、なるほど、ああ。
そうか、そんな方法があったなんて。メニューカウント完了。ギゴロさんありがとうございます。うん、投げたいルームが配信してるかどうかは関係ないから、ね、そっか。よいしょ、ちゃ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 。飲み物はオレンジ 100%、 果汁 100%。 その位置に冷蔵庫で相当低い位置で走ってそう、あの椅子があるじゃん、椅子の上に置いてやっております。冷蔵庫と目線一緒ぐらい目線一緒ぐらいかな。うん、オレンジジュース、これを開けて500ミリかと思って450ミリ。あ、ほんまや、よう見ましたね、450ミリ。お、アルフォートさんおはようございます、ありがとう。ももかちゃんおはよう、元気元気言えたやん冷蔵庫と目線一緒やね。これ美味しいんですか？なんかリンゴジュースが良かったんやけど、リンゴちゃんはなかったリンゴちゃんはなかった。スターティー、オレンジ 100% 飲めんやつ、マジ。でもアリサも 100% までいかんくても好きですよ。なっちゃんとかあるじゃん、なっちゃんのオレンジとかは 70% ぐらいじゃない100% じゃなくても全然好きです。オレンジでオレンジ、リンゴ美味しいよね。オレンジで飲んだことない。オレンジはなんか主張激しい感じで、リンゴはなんか優しい感じがする。じゃじゃーん、よし、ストロー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 ちゃん。ただ、ストロー。リンゴちゃん人気だからリンゴジュース売り切れないかな、そういう方か。あくれなずうまちのぽい、いかりとかげろなか。ストロー、ストロー、じゃーん、ストロー。あ、これ短いやつだ。うん、うん、ああ、よく冷えておるうん、おいしい。よくよく冷えておる。コーヒー牛乳が大好き。ああ、カフェオーレ、カフェオーレが飲みたいののやつにしようか、めっちゃ迷った。朝の柑橘系は迷った。そう、朝柑橘系を飲むかカフェインを飲むかコーヒーってカフェインやね、クーカちゃんがよく言ってる。コーヒーのカフェインを飲むか迷った確かに目が覚めたぞ。よく冷えておりました。イヤリング買ったから遅れて、マジか。ももかちゃんありがとう、楽しみにしております。セブン派なのかな。いや、なんかなかった、あんまりはあ、ローソンさんとかが見当たらんかった。イサメさん花束ありがとうございます。クックちゃんコーヒーマスターそう、カフェインやな。うん、野菜ジュースバージョン持ってる。あ、野菜ジュースバージョン、オレンジ主張激しいでしょ、オレンジですって感じやけど、リンゴちゃん、リンゴジュースはな、優しめじゃない優しめリンゴちゃん。どこのカフェオレの歌だったっけ、あれだよ、よくある、一番アリサの中では一番有名な代表的なやつ伝わらん。どこのあれって何やったっけ、明治か、明治かなんとかかみたいな、そういうこと。
パンジェラさん、誰またハートクリちゃん、タコありがとうございます。あ、朝ごはん、そう、昨日確保しなかったけど今日はあるよ。今日はあります。グリコ、グリコなんですかあれって。へえ。だいぶ前からコーヒー牛乳使えなくなってるよ。どういうこと、なんで、なんで使えないの。紙カップ、カパカパカパ、紙カップ系はそっちのカフェオレ的なのが好き。なるほど、美味しいよね。あれか、そう、なんだっけ、黒いコーヒーもいいけど優しいミルクも素敵でしょ。白黒つけないカフェオレのやつと、あと白バラ牛乳ってやつが好きです白バラ牛乳。おはよう。グリコイコイプリッツのイメージ。あ、プリッツってグリコなんや。よくわからん、その会社様が会社様がよくわからん。明治とグリコと何、カルビーとか。カルビーはお菓子。何があるの、あと優しいミルクだな確かに。おはよう、みゆきちゃん、おはよう、声ありがとう。アリマリで狼とプライドを歌いました。そう、妹なんて言わせないから、男だったらちゃんとして。あ、森永ロッテ。あー、聞いたことあるわ。あ聞いたことある。本気なのにあなたがじれたい。おはよう、グッドモーニング、グッドモーニング。関西住みだから白バラよく見かける。白バラ牛乳コーヒー、関西なんですかあれって。コーヒー牛乳は雪印だった。へえ、なるほどね。メイト、ほんまや、まるちゃんが1位を死守してる、さすが。あれれれれ、卓球まんじゅくん、ありがとう。俺も聞いたことある、聞いたことあるわ。みんなまりなと可愛かった、本当に。外が明るくなった、ほんまや、明るくなってきよる。うん、そう、昨日はツインテールしてたそう、狼とプライド初披露だから、ここら辺でツインテールしてた。超はずい。うん、超超レアやったで、あれは。しかも羽田空港でツインテールとか、超レア。うん、牛乳ない方がいい。嘘だ、牛乳なかったらただのコーヒーやき超絶苦くて飲めない。アリサは白バラ牛乳ってセブンしか見ないよな。確かに、そう言われてみればセブンしか置いてない。小祝いのジュース美味しい気がしてる。ああ、小祝いのぶどうジュースとあるよね。ああ、お子ちゃん違う、あれだよ、もう生誕祭以来やね、去年の。だから去年の生誕祭でツインテールしてから初めて。そっから公園ではあんまりやってないけ、そう、ここの耳のここぐらいの高さでこうやってツインテールしたのはもう1年ぶりやね。ちょうどちょうど1年ぶりぐらいじゃないですかうん、味は同じ。嘘だ嘘だ。ミートは給食の牛乳。へえ、何それ。なんか小学校の時に出てた牛乳は森永やった気がする。森永乳業みたいな違ったっけ、森永なんだったっけ、森永なんとかって書いてあった気がするそう、小学校の時にずっと出てた紙パックの牛乳。東京は日の出が早いんだね。確かに、広島も一緒じゃない、違う
日の出早いね。おはよう。あと一日頑張ってね。あと一日。あ、そう、今日あと2日だよ、イベントは。そう、あと2日だね。今日は、そう、今日は、ついてるみたい。いや、恥ずかしい。メールで送るね。撮ってもらったから、マリナに。そう、公演終わったらもう9時半でからね。ギリギリ9時までにお見送りが終わって。公演終わったら9時半だったからもう終わってから送ろうと思ったけどメール送れなかった。そう、だから始まる前に送ったやつで終わってしまったんですけど。乳業、確かに合ってるでしょ。毎日だって読みよった気がするもん。へえ、これは森永乳業なんやと思ってから小学校の時には広島もわかるよね、でしょ。だよね。瓶の牛乳だったら、羨ましい。瓶かっこよくない？なんか瓶の方が美味しく感じそう。そんなことはない瓶羨ましいな。紙パックだったからいちいちそう終わったら洗ってから自分でこうやって広げてからそう干さんにやけんかったそう、それで段ボールにみんなで敷き詰めていってからその段ボールがいっぱいになったらそうゴミステーションまで持ってくみたいな作業をやってたね大変だよ、ほんと。今日入れて3日、そうだね、もう終わっちゃうね。おはよう、革ジャンじゃないの。なんかワンピース的なものを持ってきてた。お見送り、そう、課外活動公演お見送りあるからね。お久しぶりじゃあ、林ちゃんより、おー、ありがとう。ありがとう、みんな。星ナゲット50カウントよかったらお願いします。しんしん丸さん、ハートありがとう。愛媛はポンジュース出てたよ。給食に？いいね。ありさは、そうやね、飲み物変わったことはなかったわ。紙パック、瓶のが美味しいよね。絶対そう、瓶の方が美味しそうに感じそう。牛乳パック開く作業は嫌いだった。わかる、なんか。そう。普通に美味しいんやけど牛乳。めっちゃ牛乳臭くなるよ、手が。嫌やったな。三角の牛乳だった。三角、なんか、あるよね、でもそういうのも。なんか教科書とかに出てくるくない？教科、なんか、何県の給食？みたいな感じで、教科書に出てくるときは三角のやつ見たことある。コーヒーの粉を入れられるぞ、瓶は。いいなあ。でもなんかやってた気がするなんか何やったかな、何やったかな、あのパンの時にココアパンあるじゃん、なんかココアパウダーがいっぱいかかったココアパンが出た時にはその余ったさ、なんか余ったココアパウダーがあるじゃないですか。あれをスプーンで取ってから入れてた気がする。牛乳に入れてからココアにしたことはあるよ。ココア、それやってた？そう、毎回牛乳だからね。牛乳は変わらないからさ、ココアパンの時にはやってた気がするへ土曜日だね、ボンチュースなのよ。優雅くん、手が牛乳くさられるのが嫌だなその時間じゃないから手が牛乳くさかった、毎日洗うたんびに。それやってた、一生テトラパックというに三角の、へえ、テトラポットに寄せてか、クジラの竜田揚げあった、好きだったなクジラの竜田揚げと味噌汁はいつもセットだよね。セット。毎回牛乳っていいな。嘘、飽きるよ。スパゲッティとか出たことあるよ。めっちゃ継ぐの大変だけど。
こうやってこうやって入れんにゃいけんけど、スパゲッティの時だけなんかもうめっちゃうんって取って、そん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 って麺を落としてからこう入れるのがめっちゃ大変。ココアパン絶対好きに違いない。アリさんも好きだよ。クジラの肉が硬いイメージ、いやなんか普通に美味しかった。これクジラなんかほんまにと思って食べよったな。クジラの立てた揚げっていう名前だった。弁当給食だった。そうな、毎日弁当持ってってたの。ソンソンソンって落とすめっちゃ固まってるんだもん麺。学校の蛇口からポンジュースが出ると聞いたことある。学校の蛇口から、マジ、そりゃ多いよきやん。最初から中に入ってるスパゲッティ、スパゲッティはそう、なんかもう全部小学校の時はこうやって、そう給食当番の人がこうやってついでいったのをみんなで席まで運んでいくスタイルだったからね。そう全員分のやつをこう継ぐ人は継がないといけないで、こうやってご飯もそうだし、小おかずも、おかずが2種類あったら2人では手分けして、ほいほいって感じでやってた。給食着着てから給食当番、牛乳の当番があって瓶だったからすごく重かったの覚えて、あ確か重そう、重そうやね。そうでもパックだったから、アリサラは行くときは重たいけど帰るときはもうみんな飲んでから広げて乾かしとるけもう何もないよね。そう何もなくてケースだけ持ってくっていう、めっちゃ軽かったよ。ねえ、アリちゃんどうめっか、そう、眉毛とリュック涙袋を塗ってるだけです。クジラ苦手すぎたよ。クジラ、そう、そんな硬かったかも忘れちゃったけど、クジラの竜田揚げっていう料理はあったよ。ご飯が一番重かったな、それはそう。ご飯重かった。よいしょ、オッケーオッケー、スピゴイ、やや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 やにゃ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 、それな、おはようおはよう。京都は宇治抹茶が蛇口から出るらしい。抹茶いいね、抹茶好き。ほぼスピンがね、そうだね、起きてからすぐ、あやばいと思って起きてからすぐ始めた。5時ぴったりに起きたんですよ、本当に危なかった。これ遅刻してから1時間、この1時間できなかったらやばいよね。1時間遅刻してたら超やばかった。ハムとチーズの挟み揚げ、ハムとチーズの挟み揚げ、そんなあったかいな。わかめご飯が好き。あ、わかる、ご飯に味がついてた時はめっちゃ人気だった。ご飯おかわりいる人の時にめっちゃ来てたイメージがある。チャーハンとかね、チャーハンじゃねえな、何だっけ、チキンライスじゃないな、ご飯が黄色い時あった、ピラフだったかな。そうピラフで、小おかずが何だったかな、ピラフの時小おかず唐揚げとかだった気がする。だからめっちゃ人気だった。大おかずはなんかスープみたいな、コーンスープ的な感じの洋風の給食の時はめっちゃ人気だった。危なかった、遅れてるけど。8分な。8分遅刻してしまったが。美味しそうでしょ？ときめいて前髪が。ちょろげだよ。片思いの唐揚げ。カレーはルーとライスが別の容器だったから大変。そう、普通にこうやってチュンチュンチュンって入れてたよ、カレーをご飯にかけてました。冷凍みかんは手じゃ、あーそれはわかる。冷凍みかんと夏にアイスが出て、クリスマスが近づいたらケーキが出るんですけど、その時はすごかったね。
小おかずと大おかずあるよ。小大おかずはなんかご飯にかけるやつとか、カレーとかだったらカレーのルーで、ご飯にかける系とかスープ系とか味噌汁とか、おかず、小おかずは普通になんかそうサラダとかおかず、おかず、うん、その時給食当番だったらラッキー、そう選べる選べる。しかもあの小おかずの時とかだって、そう小おかずが自分が苦手なやつだったら、そうわざとちょっと少なめにしてから友達とかに、これはアリサの席に置いてきてってそう、うん、そんなこともやってたなそう、あこれ嫌いだけちょっとだけ乗せて、これアリサのとこに置いてきてって言ってからそう少ないのを置いてもらうっていうこともやってたな。ちょっとずる賢いこと、分かりみが深いでしょ。逆に好きな時はちょっと多めに入れて、あこれアリサのとこ持ってやって置いて置いといてみたいな、そう量調節ができるからね、給食当番はうん忖度さ笑った。嫌いなものとかある、めっちゃあるよ嫌いな食べ物は。ピーマンが嫌いやね、まずそうこの前中華弁当が出てから、なんだかな、なんかたくあんじゃなくて、たくあんじゃなくてごぼうみたいな、ごぼうとねお肉のなんか中華料理のところにピーマンが乗ってたんですよ。そうそのピーマンをね、ごぼうとお肉と一緒に食べたらいけるかなと思ってワンちゃん行ったんですけど、ピーマンはやっぱ嫌いだなと思って、ピーマンにそうピーマンの苦手っていう、お子様だと思われるけど、ピーマンは無理じゃない、ピーマンは好きになれんな。なんかナスはまあワンちゃんいけるんですよ。この前家で食べたもん。そうナスはワンちゃんいけるんよね。なんか食感だけじゃん、ブニュっていう食感だけでさ、あのナスはあんまり味がないじゃないですか。でもピーマンはなんかチンジャーロース、それかもしれん。ピーマンはなんかピーマンでーすって感じの味の主張が激しくない、なんかそう苦い、僕は苦いピーマンでーすみたいな味の主張が激しすぎるから、ピーマンは嫌い。大人になったら好き嫌いなくなるよ確かに。あとツナとかも嫌い。なんかシーフードは好き、シーフードが嫌いってわけじゃないんだけど、カニも好きだしエビとかも好きだけど、ツナとかが嫌いやね。何だっけ、ツナマヨとか、おにぎりのツナマヨとか食べたことない。エビマヨとかツナマヨ、ツナ嫌いやね。ツナ、シーチキンや、そうシーチキンかな、缶詰とかに入ってそうな。カニカマはまあカニカマはいけるけど、そうツナ大好き、マジツナ嫌いなんですよね。パサパサ感あるからが、なんやろね、ツナね。ツナなんで嫌いなの、わかんないや、うん、エビマヨツナマヨとか食べたことない。激マヨ、マジツナマヨ、マヨは好きだよ以外初耳、そう初言った初耳かもしれん。あと何が嫌いだったかな、でもなんか給食はなんか謎な料理が多かったよね。給食はなんかね、なんだった、春雨にしてもなんか味付けが全然違ったり、そう謎になんかそうこれとこの食材合わせんでもいいやろって感じのやつがいっぱいあった。あ、ぬたって知ってますか？ぬたはめっちゃ嫌いだった。あれやばい不人気だったよ。そうこれ小学生に食べさせるものかって感じのぬたがなんか人生で、あ、じゃあ1年に1回ぐらい、ぬたわかる？ぬた出てきたことあるもん、給食で出てぬたぬたマジやばい。あれ何、あれ知ってる？
なんかどういう料理って聞かれたら分からんけど、なんかかまぼこみたいなやつも入っとって、なんかそう、なんかブニュブニュしてて、なんかとりあえず味付けがやばい。酢の物じゃないよね。 なんて説明したいんやろね。あれぬたって何なんですか。あれぬるっと感がやばい。わかる。ぬたやばかった。ぬたはマジであの不人気だったね。ネーミングからしてまずそう。ぬたです。ぬたそう、今日の給食はご飯、味噌汁、ぬたみたいな最悪。ぬた地方料理なんかな。嘘、知らない。ぬたぬたぬたしてる。わかる。あれなんなんやろ。ちょっと調べてみよう。ぬた50グラムと完了した。ありがとう。人生で一番嫌いなとこ。もうそう、もう給食じゃないから、もうで食べることはないけど、ちょっと調べてみるね。ぬたぬーたー、あー、こんなやつ。なんか見た目は美味しそうだけどね。こんなやつです。なんか普通にほうれん草みたいな感じだけど、いや食べ味付けがやばいんですよ。だってちょっと材料がわけぎ、わけぎのぬたっていう名前だから、わけぎと薄揚げとアガベシロップ。アガベシロップってなんじゃ。これかな、これのせいかな。アガベシロップだし渋いね。そう、こんな、そうこんな渋い料理を小学校の1年生から6年生まで食べさせるんよ。やばくない。うん、やばくない。1年生は食べるんですよ。やばいやばい。酢味噌が嫌いだった。あ、なんか赤味噌嫌いだった。赤味噌。ネギは好きだよ。ネギは好き。酸っぱくはないよね。なんど、酸っぱかったかな。どんな味だったか忘れたわ、もうもう3年間食べてなかったら忘れたよ。アガベシロップにかき氷かけよう。かき氷にアガベシロップ渋すぎるよね。それな、酸味があったかな。酸っぱかったっけ。そんな感じや。赤味噌も嫌いだった。赤味噌のなんか赤味噌のおでんみたいな時はめっちゃ苦手だった。中学校で出ないもん。よかったよ。支度するね。ありがとう。出発したらまた来ます。ありがとう、ありがとうございます。はい、ホープさんハートありがとう。あ、うん、お、ただいま6時2分でございます。ぬたはみちゅが話題にしてたのに2周年コンサートかな。そうなん。レーズンパン嫌いな人がいた。特に食パン。パンは全体的に全部好きだった。パンの時はテンション上がった。一番好きなのはやっぱ人気なのはシナモンパンとかココアパンとかきなこパンとか、そっち系のなんか粉がかかっとる系、揚げパンとかが結構人気だったね。次になんかジャムをつける系、そういちごジャムとかいろいろジャムは出てきたんですけど、チョコレートが出てくるんですよ。そうパンにチョコレートつけながら食べるときは人気だったよ。ココアパン、揚げパン、シナモンパンとかそんな感じだったな。うん、あとはなんかハンバーガータイプのなんかこうパンがあったらこう半分で切れ目が入っとって、その中になんかとんかつじゃなくて何だったかななんかとんかつっぽいものを入れて、キャベツも入れてこう挟んでサンドイッチみたいにして食べる時もあった。ぶどうパン、そんなあったっけ。パインパンとかだったらあったよ。なんかちょっとずつパインが挟まっとるんよ、パンに。うん、それは人気だろうな。パンはめっちゃ人気だった。いつも
あったね、あったでしょ、懐かしい。パインパンセルフハンバーガーあったでしょなぜその間に脇毛なんですか嫌いなんだもん、嫌いな食べ物の話してたから。あまり給食の癖が変わってない点が広島県人で世代があんまり変わらんことを思わせてくれる。本当に世代変わってない？一緒？ピーマンパンは最悪だなピーマンパンは最悪だ。あと3分、本当だ。じゃあギフトとランキングを読もう。ハイホープさん、パンデラモンスターさん、タイガーマスクくん、母さん、クリちゃん、シンシン丸さん、クリちゃん、イサムさん、ハッシー、ちゃんこさん、トモリーンさん、グジマサさん、ジージーマーくん、ネイビームくん、ヒロシゲさん、マルちゃん、キヨヒロさん、てっちゃん、ジージーマーくん、クリちゃん、パンデラモンスターさん、ありがとうございますではランキングをいきます。ねねん、13位スキピさん、12位タビネコさん、11位ヒゲのマサさん、10位ホープさん、9位ヒデジロウさん、8位塩コージーさん、7位スイスイ、6位パンデラモンスターさん、5位ミユキーちゃん、4位キングちゃん、3位ヒデさん、2位アリスガワさん、1位はダラン、まるちゃんです。ありがとうございます。イエーイ。8分までやね、この配信は。ありがとう。はい、現在の順位は12位でございます。あ、うん、ん？あ、11位のところまであと6万ポイント差なので、ワンチャンいけるかもしれないワンチャンいけるかもしれない。よかったら皆さん、星投げとご自由カウントよろしくお願いしますそう、もう最終日に近づいてきておりますね、このイベントもできるだけね、自分のできる限り高い順位で終わりたいと思っておりますので、よかったら皆さんご協力をよろしくお願いします朝からハイテンション、ほんまに朝から可愛いの、ありがとうございますそうね、あと1分、あと1分で、お、あと1分で終わります。次は6時の10分に始めますので、よろしく。あと少し頑張り、ありがとうございます。頑張るほい、頑張らほい。オレンジジュースは飲んどこう。はあ、うまい。寝落ちしていたらすまん、寝落ちはしないでくれ。一旦バイチャラップ押そうやね。まだ8分になってない。あと何秒だ。マイキューがアリシア推しだって言ってるよ。うっそー。マイキューあれでしょ、アバターをもらいに来てくれたんでしょ。マイキュー、お、8分になった。お、ありがとうございます。じゃあマイキューの話から次の枠は始めたいと思います次はじゃあマイキューの話から始めます。6時10分からお待ちしてます。じゃあ更新します。ありがとうございました。バイバーイ。